大東山古墳は、群馬県前橋市総社町にある宝墳である。国の史跡に指定されている、総社古墳群を構成する一期、7世紀末築造の末期古墳である。群馬県最大級の宝墳であり、現状で、南北辺54メートル、東西辺49メートル、高さ12メートルを測る。現状の地形で見ると、墳急南側には幅約24メートルの一段。 低い二十地面があり、周堀の痕跡とみられる。これを含めると、その保育器は一辺百メートル前後の規模となる。埴輪は検出されていない。主体部は、古墳築造時の地表より約三メートル上の基段状に作られ、高度の技術を駆使した霧石切れ組み積みの両袖型横穴式石室である。沿道、全室、原室の三室を持つ、副室で、 全長は十二点零四メートル。検室は、奥壁幅二点九メートル、長さ三点三メートル、高さ二点一メートルである。また石室入り口前には幅八点八五メートル、奥行き三点七六メートルの長方形プランの前提部がある。石室は、奇跡安山岩、核戦石安山岩の切り石で構築され、検室奥壁、 天井石は共に一石の巨石を加工の上使用している。原質入り口には精巧な原門を設置し、石室壁面には全体に漆喰と布の痕跡がある。原質中央に石室長軸線に直行して家型石管が据えられている。この石管の脚部は角狭間形に加工されており、仏教文化の影響を示している。 専門家型石棺すぐ東側にジャーナさん古墳がある。図説日本の史跡二原子にピアニッシ八83から 84? 大塚初重、小林三郎、熊野正也編、日本古墳大辞典、東京堂、出版、1989年9月、522ページ、図説日本の史跡二原子にピアニッシ八83から84奏者、 清里の文化財を訪ねて前橋市。ありがとうございます。